はい、ハロフジと申します。新三国無双セブンエンペライズやっていきたいと思います。とあと明けましておめでとうございますというところで、今ね1月4日なんですけどね、やっとね1月っていうか2015年に入ってね1本目を取ることができておりますね。1月1から3日までは基本的にね何にもしなかったですね。でまぁ、今回から2015年の実況ということで、まあねマイクも一新しましてね、まあ前のよりだいぶいいマイク使ってまして、まあそれはあんまりでも変わんない、いいの使ってるんですけど、前のとね会社が同じなんでそこまで差がないんですよね。で、とりあえずやっていこうか。天下統一もねもうじきですよね。国でいうとあと4個あって、毛閣のところはそっか攻め入れないから、まあ最後戦うのは毛閣かな。ということで、じゃあまずこの一勢力のやつを潰していこうか。じゃあ今回竜王だね。その前に治療しようか。こいつらは一回ね反旗翻してるっていうか、旗揚げしてるんで、もう今回加入させよう。怖いからな。あなたが配下になってくれると。かわいいよ。よーし、次は道具屋作ろう。道具屋じゃない、鍛冶屋作って、何怖そう。鍛冶屋作って、ちょっと武器を最強にしたいんですよね。もうお金もあるし兵もあるし物資もあるんで、もうこうなったらもうねマックスにしたいですよね。ということで、鍛冶屋って何個だ、今何個あるかがいまいち分かんないの。おっ、これ6個目じゃない。動画挟むってことは6個目だよね。お、いやいやいやって、お、え、これはなんだ、兵法書みたいなやつだな。ささって、あわ、かわいいな。この繁栄ぶり、我が都市ながら目が回りそうでござる。まあ上昇は毎度のことながらね喋らないということで、称号的なものはないか。よーし、最強の武器に変えようかな。わ、あ、え、これどういうこと。あ、つえ。天王学。まあ、天買うか。で、あれ、蒼天画は？蒼天画がないでござるぞ。あれ、消えた？蒼天画。わあ、マジか、蒼天画が。じゃあ、やりにするか。わあ、これどっちがいいんだろうな。情報で、あれ急に蒼天法天下か、消えるか。まあいいか。ちょっとアイテム全く俺持ってないな。はい、道具屋で買うか。金ならあるでござるよ。トラ、あ、クマネコ、タカ、マンモスに乗ってスタートする。何それ。クマネコって何、パンダ。
さて進軍開始でござるぞ。竜陽殿、覚悟。優勢、まあだよね、こっちは天下の大軍手だからな。竜陽軍って言ったら、関内、関内違うか、超万世、東武とかそういう感じか。まあまあ余裕だよね、新武器もあるし。この戦、勝利は見えたり、それがしの出番などござらぬかな。え、パンダも。さて来い。強い。あ、これ普通に強い。何これ。あ、難易度普通っていうとね、結構かかるんですよね倒すの。まあ、前回までの動画とかで結構かかってるんですけど、これは早いな。どういうこと、兵力が少ないからなのかな。あれ、この槍案外長いな。まあ、でも普通にね短くなったな。わ、毒、誰やこれやったの。長衛か。おお強え。あ、これクリーンヒットすれば大概やられるんだな。あいつ死にかけ。よーし、つか体力ゲージすごい増えたな。うわ強い。もう方天劇に頼らなくてもいいほど強くなったな。お、ロシュ援軍か。まあ一応ここ俺がね制圧しとこう。味方に引き入れられんかと。この拠点、それがしが抑え申した。覚悟。お、ジョシュ、ジョは倒したか。へえ。やっぱりもう配下もね質が違うよね。お、援軍か。ここになんか味方来てるな。お、副本陣。おお、さすが大使だな、大将軍なだけある。おお、あそこは誰もいないかな。わあ、誰もいないな。援軍でちょっと守らせよう。軍団撃破でいいか。あ、文集、援軍が多いな。マイカはもう大将倒した方が早いな。それが抑え申した。感服しました。お、二人いるな。渡してて乱世を進む。お前に倒されてやるわけにはいかんのだ。覚悟。おーし、どうだ。わ、若干耐えたな。敵ながらいい動きをする。誰か、あいつの名前を測ってくれ。
勝利。あ、強っ。30レベル。おお。すまん。おお。強情な奴らだな。竜王勢力は滅亡しましたと。頼みが。お前大将絶対裏切るよな。無理でござるな。 100% 裏切るよな。お、七肉林。何これ。民から武士と金を徴収し豪華な宴を開くと。最低だな。だからこの6000と9000を全額ね、民が負担するんか。それはひどいな。大器晩成。もう攻めてもこんな。ここでみんなの評判もいいだろう。うわあ、攻めてきてないか。こたびの。まあ敵軍もね、一つにまとまってくれるとありがたいもんな。学問所はいいか。あ、でも学問所ちょっと極めたいな。極めてみようか。正直もう鍛冶屋いらないんだけど、どうしようか。錬兵所とかどういらないな。道具屋、道具屋市場。学問をちょっと、あれ鍛冶まだあんじゃん。あれ、まあ、一回やっちゃおう。おかげでた。うん、攻めてきてる。ちょっと待って、その前に学問所じゃないな。鍛冶屋1個、2個、3個、4個で、5個、ここ6、あれ5個、あ、まだ5個か。じゃあ作ろう。ここでマックスかな。なんだここ。いいえ。それがし、それ学校風だな。進行やめたんだ。幸福勧告。50%。結構高いな。武器。あ、やっぱもう変わんないんだ。まあそうだよな。じゃあ鍛冶屋もいらないか。これを学問所に変えてこう。頼み。いいえ。無理。学問所、衝撃、暗記。あー、まだあんまりいいのないな。めちゃくちゃ強いやつ見てみたいもんな。学問所だ。増えた。回復、射撃、半径 50m。 あ、これが回復のやつか。簡易拠点、行軍、不屈出陣、増援を呼び味方の軍団とともに敵陣の深くへ侵入させると。拠点吸収。あー、これ大飛型か。捕獲戦法、
義司令か。最も近くの敵簡易拠点を味方にする。あ、そういうのいいな。へえ、拠点罠。あーあいいね。なるほど、もうちょっと見たいな。もう鍛冶屋も減らしたくないし、鉱山か。そう、戦闘でいいか。こたび、なんかいいの。あ、結構増えるな拠点。あー、書いて天候を晴天に変える簡易拠点。降雪、強風、拠点罠、拠点罠回、大火系、拠点急所。お、核翼陣、魚鱗陣、長打陣、全軍鼓舞。もう一個だけ作れば多分マックスかな。増えたか。降雪、拠点回、技法、大火系。あれもう増えないんか。そうだね、じゃあとりあえず買うか。で、投石車も気になるな。よし、じゃあ攻めるか。ここじゃね、こっちだ。わあ、すげえ、6400。とりあえず出陣出撃かな、使ってみたいな。拠点、あ、そうか、こんなのあったな。すごいすごい、全然お金があるからな。お金、物資か。こんなことができちゃうな。いいねいいね。飛型で射撃はいいか。伏兵もいる。鼓舞を消して、あ、戦線復帰とかあったんだ。あ、これいいな。とりあえず持っとこう。挑発いらないし。で、回復。出陣欲しいな。伏兵な抜くか。この戦、勝利は見えたり。それが決めれば。出陣。どうだ？出たのか？序章増援とともに、敵拠点、あ、待って待って、序章、序章、序章。あ、なるほど、味方が移動するのかな。めちゃくちゃな位置に行ったな。あれはかわいそうだろう。投石者を拠点のないここら辺かに置いてと。そっち攻撃するか。まあいいか。この軍も弱いな。レイホーかな。レイホーじゃないか。これ大将だよな、龍将。あー、すげえ来てる。序章、おお、序章なんか勝ってるっぽいな。
が策に欠かせぬ。おお、また一人行った。諸葛亮どんどん敵の陣地に送っていくっていう、そういうスタンスだな。でなんか偽善霊か何かがあるとこの簡易拠点が裏切るんだよね。硬くないこれ。あ、壊れた。敵をぶちのめしに来てやったぞ。あれ多分副本陣襲ってるんかな。遅いもんな。あ、間違えた。3ない、あ、3まだ溜まってないな。もうちょっと送り込んだ方がいいよな。お、とうとう落とした。ただそこ落ちてもあんまり深い意味はないよな。この拠点、それがしが抑え申した。よし、ここで敵軍をぶっ潰そう。ん、騎馬隊だ。回復、これか。騎馬隊いいな。ん、援軍か。何今、あ、演劇か。タイミングが合わなかったんだな。この拠点、お、落ちたか。これ今出陣やったらどうなんだろう。どこに出るんだ。消えたか。あ、何もなかったことになってる。なんというか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。ん、あれ、そっか、ここ龍炎か。劉将は劉炎の息子だから、まだだよ。だって、ここを逃してはダメだよ。厄介な敵がいるよ。この呪いを打つ、流れを引き寄せ。よし、終わった終わった。ああ、簡単だな。劉炎軍総大将撃や、勝利と。弱いな、30レベル欲しいよな。あと2勢力。頼み。しつこいな。治療は、まあ、必要ないか。修復でもするか。今何年目なんだろう。情報で見れるかな。勢力情報。陣外。陣外どこ。何年目っていうのはないか。任命で、任命もいいか。降伏勧告で降伏しないかな。よし、やってやろうか。55%、 これなんだ。相手に悲願かな。こちらの条件で取引願いたい。ご不満もあろうが
曲げてお願いするでござる。どうや？お？よくぞ承諾なされた。後悔はさせませんぞ。王政勢力が降伏勧告を受け入れ、フルーツ勢力に変わりますと。ってことは、まあ、あと一勢力だけか。ああ、早いもんだな。王政、ああ、いるいる。配下になってる。うん。頭も使い。うんうん。よし。じゃあ、あと一勢力なんで、今回ここまでにしたいと思います。